1976年の万事炭山駅と周囲500メートル範囲。上が、志分駅方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成万事炭山駅は、北海道空地群栗沢町万事明けぼ町にあった、日本国有鉄道万事線の駅である。電報略号はッサ。 万事線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。かつては駅構内に隣接して断鉱があったため多数の側線を有し、貨物列車廃止後も広い構内が残されていた。 もともと島式ホーム一面二線であり、駅舎とホームの間もかなり離れていた。無人駅となっていた。有人駅時代の駅舎は改築され、近代的なスレート作りの建物となっており、乗車券が駅舎内で発見されていた。駅舎は、校内の南側に位置し、ホームからかなり離れており、長い通路で連絡した。駅スタンプが設置されていた。 当駅近辺の炭鉱名に由来する、周囲を山に囲まれた定地にあった。1999年時点では、駅舎が個人に売却され、住宅として再利用されており、ホームも残存していた。2011年には山荘になっていたが、2013年6月に解体された。当駅跡にも見ると駅跡、万事駅跡,跡と同じ、形状の駅名標をかたどった。 記念碑が混流されているが、駅舎から離れた位置に設置されている。また、駅の先にあった万事炭鉱は万事森林公園に整備されているが、1999年時点には、ホッパーが半分土砂に埋まった状態で残存していた。ありがとうございます。